はい、おはようございます。しばらくねちょっと体調不良でね1ヶ月半ほどね、釣りはできない状況だったんですけど、体調もね良くなってきたんでね久々に釣りしようと思います。今日はね、夏なんでね海に来て、トップでね、シーバスとチヌを狙っていきたいと思います。もう連日ね雨が降っててね結構海濁ってるんでねちょっとトップで反応するかわからないんですけど、まあトップでダメなら少しレンジ入れてね、シーバスの方が確率が高いような気もしますけど、とりあえず釣れればいいなと思ってます。とりあえず頑張ってやっていきたいと思います。今時刻はね朝の7時半ほどですね。コンディションはローライトでね、条件はいい感じですけどね、ただちょっと濁りすぎなんでそこがどうかなって感じですね。あとはベイトがいるかどうかですけど、今のところベイトの件はないんですけどね。とりあえずトップで、フェイキードッグの、DS でねこれでやっていきたいと思います。濁りがあるんでね、腹がちょっとオレンジのちょっと派手なカラーでちょっとやってみたいと思います。ちょっとね岸際に投げてみたいと思います。ちょっとね排水が出てるどこがね流れがあっていい感じなんでこの辺探ってみたいと思います。ちょっとした流れなんですけどね、用水から入る小さな流れですね。でちょっとだけ変化が出てるんで、クロダイが泳いで姿は見えましたね。次やる気があるかどうかですけど、ちょっと濁りすぎなんでね微妙ですね。とベイトがちょっと少ないのも気になりますけど、どうでしょうか。岸際をやってみますね。おし、来ました。よっしゃ。おし、来ました。よっしゃ。おし。多分クロダイだと思います。多分ですけど、うん、クロダイだと思います。シーバスじゃないわかんないですけど、クロダイですね。岸際についてましたね。よし、出ましたね。サイズもまあまあですね。よいしょ、取りました。よし、病み上がり兆候、30分で無事1匹目ゲットです。やりました。はい、がっつりいってます。一回ねルアー外しますね。ちょっとはい、ルアーはねフェイキードッグ DS、 これで出ましたね。サイズはそうですね、42、3ってとこですね。うん、42、3ですね。やりました。はい、ではリリースしたいと思います。よいしょ、はい、はい、ありがとう。引き続きねまた岸際からやっていきたいと思います。意外とねフルキャストする人多いですけど、岸際も見逃せないポイントとなりますね。結構ね近場にいる時多いんでね、
私ね結構ね落とし込み釣り昔からずっとしとるんでね、やっぱこういう岸側にいること知ってるんで、普通に足元とかにいますんで、まあ活性の高いやつ特に岸際についてる傾向が高いですね。で濁りがあるんで警戒心が薄れてると思うんで、フルキャストして岸際引く感じでしょうかね。岸際と沖といろんなとこを探っていくのがいいと思います。はい、ちょっとねシーバスらしきボイルがあったんで、ちょっとそこ投げてみますね。結構大きめでしたけど、まあ、あの辺ですね、ギリギリ届くとこですけど、何かわかんないですけどね、派手なボイルではなかったんですけど、クロダイがもじったのかちょっとわかんないですけどね。水深がねここ1メーターないとこなんでね、十分トップでいけると思いますね。クロダイの姿はねちらほら見えますね。シーバスの姿まだ見てないですけど、可能性はまだありますね。誘い方は私はですね、こんな感じでかなり小刻みの高速ピッチですね、ちょん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 って感じですね。やり方はみんなそれぞれ違うと思いますけど、私は昔からこの感じでトップをやってますね。ほとんどの場合ちょん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 って感じですかね。でちょっと止めの間を作るって感じですかね。止めないでも釣れますけど、止めても釣れます。私の場合は止めの時で食うことが多かったんでね、このパターンが多いですね。ちょっともじりましたんで投げてみます。ボラかもしれないですけど、怪しいとこはバンバン投げてきます。おっとフグかと思ったらクロダイでした。いや、トップでこんな小さいクロダイ釣れるんだ。これ見てください。こんな小さいの初めて釣りましたよ。18センチほどのクロダイですね。一応これトップで出ましたね。いや、なんか嬉しいですね、逆に。はい、ありがとう。いや、びっくりしましたね。絶対フグかと思って一応ね、やっとったんですけどね。ちょっと引くなと思ったら、20センチに満たないクロダイでした。なかなか活性高いかもしれないですね。1時間でとりあえず2匹目ですね、これで。サイズはね、ちょっとあれでしたけど。トップでの自己最小記録ですね。面白いです。魚がね、ついてくるの見えるっていうのはもう楽しいですよね、やっぱね。トップのね醍醐味でしょうね。当然レンジ入れた方がね釣れるんでしょうけど、トップでやっぱ釣れた方が楽しいですよね。まあ釣れなければね当然ミノーに変えてレンジ入れてやりますけど、ちょっとねシーバスも釣りたいんでね、後でミノーも投げてちょっとレンジ入れてね、ちょっと飛距離も出したいんで、そういう釣りもねやりたいと思います。とりあえずはまだまだトップで探ります。アイマーポッキーの8センチですね。これでやってみたいと思います。ちょっとねアクション変えますね。結構ねこのアイマーポッキーはねシーバスに高評価高評価ってよくわかんないですけど、あ、出ましたね。結構ね、シーバスはヒット率が高いんです。あ、来てます。追ってます。クロダイですね。見破られました。
されてました。来ました。されてました。ああ、シーバスですね、これ。よし。来ましたよ。ちょっと登りますね。よいしょ。ちょっとよく見られましたね。すいません。堤防の上登りました。ああ、ここちょっと根があるな。ちょっと強引に行きますね。強引に行きます。目があるんでね、こんな躊躇してるとやられますから。大して大きくないんで、これぐらいなら。よし、来ましたね。やっぱりポッキーはシーバスですね。おい、取りました。よいしょ。はい、やりました。予想通りね、アイマーポッキーに変えてシーバスが釣れました。これも狙い通りですね。このルアーね、結構本当シーバスが釣れるんですよ。昔からクロダイよりねシーバス率が、私の場合はですけどね、高いですね。アクションがちょっと派手なのもあるかもしれませんけど、シーバス率が非常に高いです。まあサイズもね、まあでしょうか。一応測ってみますね。多分60ぐらいだと思います。はい、サイズはね、そうですね、62センチですね。62センチのシーバスですね。まあなかなか太ってて、色もね銀ピカで綺麗でね、いい個体だと思います。やりました。ではリリースしたいと思います。予想通りにね、シーバス釣れてよかったですわ。狙い通りで釣れるとやっぱ嬉しいですね。はい、ありがとう。はい、ありがとう。では引き続きやっていきます。ルアーはね、今ボッキー8センチでやってきます。発生はめちゃくちゃ高いです。やっぱりドン天ですよね。潮は間違いなくこうやって濁りが入った方が発生は上がりますね。濁りすぎるとね、次ルアーに見つからないんでね、魚から見つけにくくなるんで。お、出ました。はい、出ました。シーバス、これシーバスですね。ちょっと上登りますね。よいしょ、すいません。よし、シーバスだと思うんですけど、クロダイかな、派手に出たけど。あ、クロダイですね。かなり派手に出ましたね。相当これ活性高いです今日。わ、でかいですねこれ。これは派手に出るわけだ。これはでかいっすわ。よし、いや、かなりの量型来ましたね。確実にシーバスだと思いましたね。ボーンって出ましたね。いや、これでかいっすね。いやー、がっつりいってますわ。これはいい方ですね。いやー、2頭連続でシーバス、クロダイと釣れとるんでね、今日これ相当活性高いですね。こういう日にね、調校できることがありがたいですね。なかなかこういう日はないんでね。つぬけね、目指してね、頑張りたいと思います。はい、サイズはね、46.5 ですね。グッドサイズですね。45ね、後半、40後半あればね、十分なサイズだと思いますね。やりました。ルアーは、アイマポッキーの80ですね。いやー、楽しいです。すごいデカさしたんでね、もうシーバスかと思いましたけどね。いやー、楽しませてくれました、このクロダイ。ありがとうございます。では、リリースしたいと思いまーす。はーい、ありがとう。はい、再び狙ってきますね。ルアーは今、ポッキー、引き続きやってきまーす。とりあえずね、今、ポッキーに変えてから2頭連続できてますね。かなり活性高いです、今日は。ルアーがドンピシャなんでしょうね。フェイキードッグよりかなり反応は高いです。まあ、いつも反応が高いわけじゃなくて、今日がこのアイマポッキーの動きがドンピシャなんでしょうね。
とりあえず今ね、同じとこに投げたんで、さすがに出ないと思いますけど、どんどんね、やってきますよ。なかなかこういう日ってないんでね、トップってね、やっぱ朝からね、夕方までやって、1バイトもないっていうこともよくあることなんでね、まだね、開始して1時間半ほどでね、4匹ですかね、クロダイ3匹のシーバス1匹釣れてますから、こういう日はなかなかないですね。で次はね、ポッパーで試してみたいと思います。フィードポッパーでやりますね。7センチのサイズです。ちょっとね、ペンシルしか投げてなかったんでね、反動がなくなってしまったんでね、ちょっと大きめのアクションに反応を見たいと思います。よいしょ。よいしょ。結構ね、このポッパー飛ぶんでね、遠くの魚も狙えます。ちょっと派手にアクションさせてみますね。シーバスあたりね、こういう派手なアクションにね、反応するとき多いんでね。トップね、投げて、最後のね、クロダイから2時間ほど経って、全然あたりがなくなってしまったんで、ちょっとレンジ入れてやりたいと思います。ルアーはね、邪道のスーさん。これでやっていきたいと思います。これでただ巻きでね、表面直下をね、探っていきたいと思います。ただ巻きです。本当のね、水面直下ですね。トップよりちょっと下って感じですね、レンジ的には。ただ巻きです。狙いはシーバスですね。クロダイも釣れますけど、シーバスの方が確率は高いですね、経験上。とね、今投げてるところが浅いんで、特に。クロダイも釣れる可能性はまあありますけど、一応シーバス狙いということですね。あ、来ました。2投目ですね。2投目で来ました。やっぱね、こうやってトップでね、2時間反応なくてもね、ちょっとレンジ入れてだけで魚のセットに入るんですよね。シーバスですね。サイズはめちゃくちゃ小さいですね。抜いちゃいますね。よっこいしょ。はい、50センチぐらいですね。はい、トップでね、2時間やってダメでね、ちょっとね、表面直感ですね。トップよりちょっと下のレンジですね。これスーさんで投げたらもう2投目で来ましたね。やっぱトップには反応ないですけど、魚はいる感じですね。狙い通りという感じです。サイズは50センチほどです。ではリリースしたいと思います。はい、ありがとう。トップになってきました。ダメですね。ミノで釣ったね、シーバス以降ね、反応がね、全くなくなりましたんで、今回はこれで、やめたいと思います。またね、条件見てね、いい日にね、調校できればと思ってます。またご視聴いただければありがたいです。ではまたお会いしましょう。